バレーボールタイ王国女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるタイの女子バレーボールナショナルチームである。1964年に国際バレーボール連盟へ加盟。1990年代後半から台頭してきた新しい勢力で中国から指導者を招いてチームの強化を図ってきた。タイは速攻を絡めた。 攻撃重視のバレーボールを展開するチームであり、強力なジャンプサーブを打つ選手も多い。アジア選手権には、上海で開催されたアジア選手権1987で初めて出場し、11チーム中5位という好成績を残した。アジア選手権2001では、日本相手に3位決定戦で勝利し、初メダルとなる銅メダルを獲得した。2002年、 ワールドグランプリに初出場、世界選手権には2大会連続で出場した。2004年のアテネゴリン世界最終予選には5位となった。自国開催のアジア選手権2007で日本、中国に続く3位に入り、初めてのワールドカップ出場を勝ち取った。また、ワールドグランプリ2009で日本やポーランドに勝利するなど、強化の成果が現れてきている。 同年9月のアジア選手権では準決勝で日本を下し決勝では北京五輪同メダルの中国を3-1で倒すと初のアジアチャンピオンに輝いた。その結果によりワールドグランドチャンピオンズカップ初出場を決めた。2010年世界選手権では1次ラウンドを2勝3敗で4位通過となり2次ラウンドではオランダとチェコを下して13位となった。 2011年のワールドグランプリには予選ラウンドでキューバを下すなどして初の決勝ラウンドへ進出した。決勝ラウンドでは中国を破り6位と好成績を残している。2012年ロンドンオリンピック世界最終予選はセット率で惜しくも出場権は逃したが3位セルビアに3の0、キューバに3の1で下すなど勝ち点12で日本と並んで4勝3敗で最後まで。 日本と出場権を争った。僅差でオリンピック出場を逃したタイでは、タイバレーボール協会が国際バレーボール連盟に対して日本がセルビア戦で手を抜いて敗れたのではないかと調査を要求。タイ国内の新聞、メディアなどは一斉に八百チ疑惑として報道した。この訴えに対して国際バレーボール連盟はヤオを裏付ける証拠はなかったと発表。一方で、 大会システムについては改善する方針を示した。同年6月のワールドグランプリでは、予選ラウンド7勝2敗で突破、決勝ラウンドでも強豪国相手に検討し4位と、過去最高の成績で終えた。自国開催のアジア選手権2013でも、準決勝で中国を3の2、決勝で日本を3の0で破り4年ぶり2度目のアジアチャンピオンに輝いた。 2016年リオデジャネイロオリンピック世界最終予選4日目の日本戦では最終第5セットにて選手交代等に関するタイのキャテポン監督へのレッドカード2枚での2失点もあり12から6から逆転負けを喫した FIVB はタブレット端末の操作に習熟するよう各チームに予防したこの結果6日目の終了時点でセット率によって 五輪出場権を、タイは今回も逃すことが確定した。1952年から1994年まで、出場なし2018年 FIVB バレーボールネーションズリーグに登録されたメンバー。ありがとうございます。